はい。はい、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画ビッグボーです。ウィニングポスト9/2021、ライブ配信始めていきましょう。今回は、2013年か、2月、2週からのスタートです。ウィニングポスト9/2021。あ、ということで、4月2週ですね。ツイッチで配信を行っております。アーカイブは YouTube にアップロード予定です。また、旧ツイッターである X のアカウントを持っておりますので、ぜひ見てください。では、NEXT やっていきましょう。アップルブラッサムハンデ、アマノラキスタです。1番人気ですね。最近、ラキスタ好調です。ラキスタ119ですね。悪く。他が100台なんで、ま、なかなか、メンバーとしては軽いんじゃないでしょうか。レース行きましょう。オークロンパーク競馬場 G1 アップルブランサムハンデ、ダート 1700m です。こちらアメリカのオークロンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フェイバリットマシーン、好スタートを切りました。ステイダイナスティ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくステイダイナスティ行きました。続いて前へ行くのはフェイバリットマシーン、さらにはアマノラキスタ、古豪リッチエディション、その後ろ先頭はアマノラキスタ。短期の逃げに持ち込めるか。これに続いてタウンシェイド、オレンジの帽子、フィースシルエット、その後ろアフリカンベイビー、それに続きます。並んで1番キャランバレラ、ブリリアントオリンピア、この馬もこのグループ、その横にカムオンエアウェイ、内からはツンティップルシティーズ、さらにはアンダーブルース、その隣にオペラジュークボックス、しんがりからチャンスクローデッド、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、依然として先頭は3番アマノラキスタ、ステイダイナスティ、すぐ後ろこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてアマノラキスタ、2番手はステイダイナスティ。さあ、天野ラキスタ、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ、先頭は天野ラキスタ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。でも後ろが先頭されそう、ダウンシェイド抜けた。2番手はピースシルエット、ダウンシェイド1着、2着はピースシルエット、3着に天野ラキスタ、勝ったのはダウンシェイド、見事な勝利です。少しお待ちください。
この今晩はおそらく、ファイアープロレスリングワールドのリーグ戦をやる予定です。あ、国内これだけだった。そして、阪神牝馬ステークス天野蓮舫です。一番人気です。山の蓮舫本市以外は全部20丸、本市本命はアイムユアーズとなっています。どうでしょうね、本当にドアブルーとかいるのに信用できないかな。ダイジェストいきましょう。阪神 G2 サンケイスポーツ杯、阪神牝馬ステークス芝 1600m をマイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、ドナウブルー先頭、1馬身から2馬身引き離す、メジロマインド懸命に追いすがります。ドナウブルー先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度は天野蓮舫、2番手はドナウブルー天野蓮舫、先頭だ天野蓮舫ゴールイン、2着はテンマールハース、3着にドナウブルー天野蓮舫、見事な勝利です。それで次は G1 あたり挑戦して、今が限定でも G1 挑戦してもいいかもしれないと思ったらビクトリアマイルがあるんですね。挑戦させますか。G2 は初じゃないでしょうか。さあ大阪ハンブルグカップは天野育明必勝期します。一番人気グリ、もちろん終始はグリグリ、普通勝ってる馬だからな。いくら58キロは恵まれてる、オス馬の58キロは恵まれてるな。だってこれだけ G2 勝って実績あって58キロはな、あれハンデキャップありがたいと思います。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別大阪ハンブルグカップ、芝 2600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野育明先頭、2馬身から3馬身引き離す、天馬ブルーズ2番手、手応えはどうか。残り 200m 後続を大きく引き離しました、天野育明先頭です。このまま押し切るか。2番手はユニバーサルバンク天野育明、今ゴールイン、段違いの強さです。2着は里のアポロ、3着にユニバーサルバンク、これは桁外れの強さだ天野育明。まだ4歳なんで、ここからだんだん力つけていけばいいと思います。確か男性だったと思うんでね、悪魔の一個で。さあ、春のクラシック第1弾桜花賞です。1番人気トレブ、2番人気天野丸もいいが出走します。ライバルはレッドオーバル、クラブは凱旋パースもいますね。トレブがグリグリになっておりまして、天野丸もいいが続いております。トレブは阪神ジュブナイルフィーズ取ってるので有利だと思います。行きましょう。レースです。阪神競馬場 G1 桜花賞、3歳牝馬限定芝 1600m、 牝馬3冠、第1のレースです。
三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠の西のアライブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはベルズベール。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してベルズベール鼻に立ちます。その後ろからはザキショウ、この馬も上がっていく構えです。さらにはブレイブコロニア、6番天の丸森、その後ろ先手を取ったのはザキショウ、その後ろからはサクラディソール、好位置をキープしています。トレブ、その外から西のアライブ、その後ろにウリウリ、並んで9番名勝マンボウ、内からはプリンセスジャック、その後ろにアヤメフロード、黒の帽子スイートメロディー、その後ろすぐ後ろにティーダエンブレム、ストライプケミー、そのうちに続いています。ややスローペースといったところか、うん、これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭は依然としてザキショウ、サクラディソール、ほとんど差がありません。ベルズベール3番手、 G1 2勝、トレブ差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。ここで先頭変わりました。先頭はトレブ、リードは1馬身から2馬身、残り 200m を通過して後続を引き離す。トレブ足色は衰えません。2番手は天の丸森、トレブ1着、トレブ完勝。2着は天の丸森、3着にレッドオーバル。これが世界を制した実力だ。トレブ強いな。トレブウィニングランです。ウィニングラン圧勝のトレブでした。2歳女王トレブ、3歳も彼女を中心に回っていくのか。福永雄一コミュニケーション、海外はコパノリッキーと天野エネループ、皐月賞に天野こだまね賞が出てきますが、こだまね賞にはエピファネイアやロコタイプ、絆がいる、強い。アーカンソーダービーはご覧のとおり、ルイジアナダービーの勝ち馬がいますね。まだ金札確定していません。エネループはどうなの？わからんな。ゴールデンシャヒーンが勝ってるから、この辺が強力なライバルになりそうですね。エネルギーはまだでも G1 1勝しかしないか、厳しいか。非適性っていうのもあるんで、変身スワップには不利な戦いを強いられそうな予感をします。皐月賞の展望です。一番速い馬が勝つ親子制覇へ、セナダトップはロゴタイプ、エピファネイア、ラブリーで四強争い、激戦になりそうです。そして天野ラキスタですね、フルブラサムハンデ3着、最後失速したな。あ、なんか今回か勝てないんだな、ラキスタ。ラキスタでも7歳か、ちょっと厳しいな。もうとりあえず2周放牧してから立て直ししましょうか。だってナンバーハイだろ、スターデーブだろ、 JBC スプリントなんで、実質これマイナス1勝も2勝ですね。ちょっとラキスタ厳しいんじゃないかな、ここへ来て。ラキスタちょっと下ろすかな、あの、金札、
切り札絶望的って見ていいと思います。じゃあ蓮舫はどうでしょう。次ビクトリアマイルいいと思いますが、あ実は3勝目なんだな。ちなみに次がビクトリアマイルで5月3週ですね。マイルなんで全然いいと思いますが、瞬発力あるんだよな。スピード C プラスメンタルも上がってきたんで、ちょっと調教方針変えられれば変えたい。スピード重視、ペース行く面は健康がそんなに良くないな。スピード勝負根性はある、まあ、瞬発力は分からんけど勝負根性だけあればいいでしょう。で、目黒記念ね、何歳か、まあ、目黒記念でいいと思います。あと5週間カレブはオークスですね。次西の方向でもいいような気がしますが、まあ、このままオークスに向かって行きましょう。パワーとかがまだ明かされてないんだ。マリオリは健康がとにかくボロボロか、他はいいんだな。あ、ダメだ、任せられない。マリオリは休ませよう。健康状態に不安がある。ちょっと厳しいかな、マリオリは。と思ったが、オークスって距離が微妙だよな。レース変えようかな。これでブラックキャビア来週ですね。ブラックキャビアはまあもう完全に余裕なんで、キャビアあと2勝か。ルーレあと2勝なんだけどな、本当に遠いな。ジャパンダートダービーがあるから、ジャパンダートダービーと全日本に入社優秀があるから、実質5勝だ。あと3勝しないとダメ。え、何この海猿の、ま、疲れ方厳しいんで、2周項目で行きます。お、ロン負けが注目されてますね。いいんじゃないでしょうか。ロン負けの子が一郎とロン負けだから両方ともね、天野の馬です。セカチュウや椿も注目されてますね。いいんじゃないでしょうか。なんだ、あそう、ノーザンうるす、ノーザン多いな。でもシンハライト、シンハライト大河だからな、関係ないしな。あコパノリキータなの子供もいるのか。ネクスト。アーカーソンダービーにコパノリッキー出走、一番人気。
122、112のアポリニア E テスト、こちらが相手になってきますが、逃げ切れます、外枠ですが逃げ切れますでしょうか。レースです。オークロンパーク競馬場 G1 アーカンソーダービーだと 1800m となります。こちらアメリカのオークローンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エアサリー好スタート、タイムトゥインディー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してタイムトゥインディー花に立ちます。その後ろからはノンチャンネル、この馬も上がっていく構えです。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭から先手を取ったのはオックスボーン、ノンチャンネル、それに続きます。少し開いてタイムトゥインディー好位置をキープしています。ポパノリッキー、すぐ後ろにチェンジテンション、サーストンサイト上がっていきました。バルアバリすぐ後ろ、その隣にサンライトプレジャー、その横にロータスアゴルダージ、レアサリー、この馬もこのグループ、ネームライン、それに続いています。すぐ後ろにトラッククチャーマー、これに続くのがアポリネアスイーテスト、しんがりからミンストレリーテオプアート、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ1番オックスボー、後続を引き離します。2番手はノンチャンネル、間を挟んでサーストンサイト、3番手14番ポパノリッキー、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。カバーを一気にちきります。2番手はオックスボー、ポパノリッキー、強い強いポパノリッキー、圧勝ゴールイン。2着はオックスボー、3着にアポリネアスイーテスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ポパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。昔の競輪の吉岡みたいな F1 まくりだな。ちょっと分かりにくいな。G1 6連勝。まあ、レース落ち着いてましたね。ハンターハンデアマノエレループですが2番人気です。1番人気カレンシースワップ、やっぱりね、64オーストラフィックです。この手間だと力不足なのかもしれない。まだダイジェストにしますか。セポを変えられます。足で行ってみましょう。ダイジェストです。アケダクト競馬場 G1 カーターハンデ。だと 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。クロストラフィック先頭、2頭の激しい叩き合い。スマイリングタイガー、スマイリングタイガー、先頭がスマイリングタイガー、着ですね、スマイリングタイガー、1着、2着はクロストラフィック、3着にカレンシースワップ、勝ったのはスマイリングタイガー、見事な勝利です。続いてアリントンカップアマノフラゲ登場、1番人気。これ初の重賞制覇狙ってんのかな。重賞一つは取ってるよね。グリグリとなっております。レッドキーはアマノケミストリー3区か。アマノの3区すごい多いな。いいですね。
でダイジェストいきましょう。阪神3歳 G3 アーリントンカップ芝線の 100m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野プロゲー先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。宮地大が必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、後続は大きく離れた。2番手はローブティサージュ、天野プロゲー今ゴール。段違いの強さです。2着はローブティサージュ、3着にバービーベンツや天野プロゲー、見事1番人気に応えました。目付けまではできるな。5月1週まではできそうだ。そしてさつき賞です。天の子玉で賞ですが、キズン8番人気の方、1番人気アイピファーネイヤー、2番人気ロゴタイプ、クラブ馬ですね。いずれもと1番人気エピファネイヤ、2番人気ロゴタイプ、伊豆のクラブ馬ですね。3番人気は所有馬天の子玉でしょう。アオリーでは VTR では絆が注目されていましたが、8番人気と人気はないですね。絆は三角、白三角1つしかついてない。シーツの勝ち馬じゃないの絆って。ということでエピファネイヤグリグリです。アシックバル調教師と絆置いとこう。ラウンドワールドは厳しいな。小玉でしょはどうするかですね。大阪、これってどこだっけ。そうか、先行策でいい。中山だしな。しかし少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では、レースいきましょう。春のクラシック第1弾 G1 サツキ賞3歳限定芝 2000m 中山競馬場で行われます。先週の桜花賞に続き、今週は牡馬のクラシック第1弾皐月賞、最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ、最後は大外枠のコパノリチャード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ、花を切るのはどの馬か。コパノリチャード前に行きそうです。キラボクディープ、それに続いています。さらにはロゴタイプ、前哨戦の勝ち馬エピファネイア、その後ろキラボクディープ、先手を取りました。グレスゲームズ、それに続いています。内からは天の子玉でしょう。その後ろにシャトノノブレス、その後ろにラブリーデイ、その外からガイセンリア重、緑の帽子ラウンドワールド、その後ろ絆、その前に進出。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。フリーグラッドネス、すぐ後ろマイネルホー、そのうちに続いています。その隣にレッドレイブン、その外にオリーブラセーヌ、並んで8番ホディーノ、これに続くのがオリーブリドン。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。ね、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方にペイエムイナズマ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。ここでロゴタイプ先頭に変わりました。コパノリチャード、ほとんど差がありません。エピファネイア、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭はロゴタイプ、離れてキラボクディープ。さあ、いよいよ直線の攻防。ロゴタイプ先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。残り 200m、 2番手はエピファネイア、後続は大きく離れた。ロゴタイプ、ロゴタイプだ。ロゴタイプ完勝。2着はエピファネイア、3着にラブリーデイ、見事に勝ちました。ロゴタイプ前行きまして、そのまま押し切ってしまいました。ロゴタイプ、エピファネイアも寄せつけませんでした。絆は惨敗ですね。何だったんだ。ガレリミか。まあ、比較的前を意識する気はしたが、前に行けず中断で、しかも直線そんな伸びませんでしたね。5着でなんで出れるんだ。4着までなんだよね。で、アンタレスステークスです。天の宮1番人気、片のインサイト2番人気、クラブは凱旋有名かなへ4番人気ですが、天の宮が本市本命を除いて20番の本市本命は片野インサイトとなっております。片野インサイト先方を変えられますが、どうするか。このままでいいでしょう。では、ダイジェストです。阪神 G3 アンタレスステークス、ダート 1800m です。さあ、直線に入りました。これからの勝負、レーシンモアオーバー先頭、あと 200m、 レーシンモアオーバー意地を見せる。片のインサイト、いい手応え。旗のバンクール先頭、一気に凱旋目かなえ、旗のバンクール大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。結構うち粘ってるんだ、まあ、重ねてるだろうな。旗のバンクールに夢叶えが2着、天の宮は3着、片のインサイトは5着に敗れました。これが、4月を3週間さあ、香港2レース、アメリカ1レース、フランス1レース。オルフェーブルか、ガネーションに。シュリス・デゼーグルだとも使いますね。オルフェーブルは接近札決定してるんで、それはそれでいいんですが、ドバ
イターフのパーが出てくるか。これはちょっと無理だな。山がある。メチャワートスプリントプライズにはブラックキャビアが登場。ゴードンロードパイロンやリトルブリッジ、まあ一応オグリといったジャーも怖いってところですね。なんだろう、あ、リリーノスさんか。金札5枚、いいでしょう。ブラックキャビア、わかる。シュイスデゼーブル、マース、わかる。短距離馬か。これがダートだと、アウフキャンキャンなんだ。なんで？で、ゲームオンデュードですよね。やっぱり強いね。で、シュイス、問題のシュイスデゼーブルがここにいて、130。長距離のアマノニコニコが、セントニコラスアビーラですよね。さあ、4月を4週になります。あ、田辺騎手が確証ですが、ディープインパクトなんですよね。ディープインパクトを持っている。雨は2250万、すごいな。山野の馬がデゼニシーとアイマックか。山野ハヤブサ、山野アラフォー、はい、ブラックキャビア、そら最上位でしょうねと思ったが、ゴードンライドパイロンだが怖い。オムニットイタジャだとか、タカソンダービーはしっかり勝ちました。仕切り、あれ差し切りだっけ。あ、大外まくりだったからな。一応逃げを選択したんでさ、差し切りになってます。さあ、まずはローテを決めないといけません。トレブですね。トレブは距離が大丈夫なんで、もうこのままオークスで勝負します。アゲポヨはスイートピー、まあいいんじゃないでしょうか。こだまでしょはダービーか。まあ距離は持つな。ただ5着なんだよな。スプリングを2着なんで、事実上勝負付けは済んだ感じなんで、ちょっと厳しいんじゃないかな、正直。出るとした青葉賞とか、この京都新聞杯とかなんだけど、え、絆がいるやん。潰しにかかりましょう。絆、一応まあこの馬が成長するためには、ライバル馬を倒すしかない。倒せば複製とかでいろいろ有利な点がつくしね。そして頑張ろう3勝で、これはもう行くしかないです。タニタが青馬賞ですか。青馬賞からダービーを狙っていきます。回り道しましたが、それがいい方向に働きそうな流れ。アンドロイドも、重賞8000班を目指しますね。来週なんで、このまま行きましょう。地デジカはとりあえず、あれ調子悪い。どうなんだ、まあ、一周報告してみるか。
一日中女は、うん、限定女はどうするか、どうしようかな、もう無理しなくてもいいか、まあ、一瞬思って、それから考えましょう。AKB が今週、アリエッティもビクトリアマイル、アリエッティは3勝なんで、本音を言えばアリエッティに勝たせたい。ヘビロテが、ゴルシが、再来週か、ゴルシ何勝、あと3勝か。イクメンは大阪ハンブルグカップを勝ちましたので、一周放牧して目黒記念を目指したいと思います。ナブサがマイラーズカップ、今日は万能王か、あ、リーチかかってますね。万能で決めたいと思います。ちなみに万能のメンツはチャンプペガサスっていうのが強いな。他はいない。チャンプペガサスとの一騎打ちムードか。マガルは正直厳しいな。スピードも全然ないしな。ですね、ツイッターはまだ一生しか上げていない。次が今週か、一周放牧、カレンちゃんは8勝挙げたんだ。月玉杯、まあまあまあいいのか。iPhone がなんか調子にダーンって上げてるな。そばにいるねが、そばにいるね、あれじゃないの、あの地方のないから、こういう気分なくて、クルースがまだ地は取ってないんで、ゲームリーで狙いに行きます。あと2勝なんだけどな、厳しいな。金次やめよう。ここはマイラーズ、ブラックキャビアは今週、ニコニコが来週、つぼみが違う記念、まだ2勝しかしていないんでちょっと厳しいかな。なんと8歳はキャンキャンですね。1等は優勝って言ってますが、なるべく勝ちたいですね。では、
あと一つ、あれが残ってるんだ、札が。知人で、あれ？プチコ。いいと思うんだけどな。ミッキークイーンか。ネアグルーヴ、これだったら普通にさっき言った疲労じゃない、調子を上げる。キャンキャンは悪くはないんだけどな。オンフェブラが燃焼だし、無理だろうな。力をあんまり能力上がらなかった。じゃあネクスト、ジェニー・ワイリー・ステークス、天野 AKB です。1番人気134、ダントツですね。 AKBステファニーズ・キトゥンかな、ライバルになり得るのは。レース行きましょう。金蘭の競馬場 G1 ジェニー・ワイリー・ステークスだと 1700m です。こちらアメリカの金蘭の競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、メディシャンサバナ前に行きそうです。天野 AKB それに続いています。それでは先頭から、先手を取ったのはスピンクレア、 G16勝、天野 AKB 2番手を追走しています。この辺りで1、2コーナーの中間点を通過。青の帽子ツイストピネット、その後ろ、その外からキュアザシン、アイラブジャスミン、それに続きますステッピングテイル、その前に進出、すぐ後ろにエンドゲリック、これに続いてノカゼ、その隣にメディシャンサバナ、マジックキーズ、すぐ後ろ並んで G1 馬ステファニーズキトゥン、すぐ隣にデイプリメラ、ゲームガリバー、そのうちに続いています。最後方にモーストイヤーズ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここでキュアザシング先頭に変わりました。キュアザシング、さらにリードを広げます。2番手は天野 AKB、 これは絶好の手応え。間を挟んでステッピングペイ、3番手日米王者、意地のぶつかり合いだ。さあ先頭に立ったのは天野 AKB、2馬身ほどのリード。どうだ、押し切れるか。AKB 残り 200m、 天野 AKB 先頭、2番手はステファニーズ・キトゥン、先頭は天野 AKB、 1着でゴール、2着はステファニーズ・キトゥン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。でも大きな勝利です。まさしく日本が世界に誇れる馬です。
AKB 勝利です。さあ、ガネーショーにオルフェーブル登場。2番人気か1番人気シリーズデゼーグルとなっておりますか。あ、セントニコラスアビーとかプリンスビショップとか敵が多いな。ちょっと厳しいですね。これは第5さんだな。まあとはいえファイヤーですよ。まあ、オルフェーブルはもう、金札確定させたので、そういう意味では楽に運べます。どうしよう。前、やや有利なんで、差しまで上げてみますか。ダイジェストいきましょう。パリロンシャン競馬場 G1 ガネーショー。芝2100メートルです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ノーブルミッション先頭、外から勢いよくシュリス・デゼーグル先頭、ノーブルミッション、ボイスガル、オルフェーブル、まだ後ろ、この足色では厳しいか。に沈んでるやん。残り 200m、 一気にキャメロット、シュリス・デゼーグル厳しいか。キャメロット、キャメロットですね。キャメロット、体勢有利、敗れてしまいました。オルフェーブル伸びが全然ありませんでしたね。8着でした。次です、クイーンエリザベス2世カップ片の山ガールですが、3番人気1番人気ファー、2番人気クリマカルタ強いぞ。99しかないし、ファー128だから、そんなの絶対無理でしょう。あとデームセーバーですね。先行策してもいいような気がするが。まあ、このままでいきましょう。ダイジェストです。シャティン競馬場 G1 クイーンエリザベス2世カップ。芝2000メートルです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。レイアットザスパ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。あと200メートル、全然伸びないや。意地を見せる、一気にファー、レイアットザスパ粘る。レイアットザスパ先頭だ。レイアットザスパに粘られた。1着2着はファー、3着にプリマカルタ、勝ったのはレイアットザスパ、見事な勝利です。山ガールは6着。チャーマンズスプリントプライズにブラックキャビア出走。1番人気、ゴードンロードバイロンやマーレクラがライバルです。ゴードンロードバイロン大差強いですけどね。ブラックキャビア137、マーレク118、スキンポラミアが他人気じゃないわ。レーティング高いですが、リトルブリッジをオムリとイタジャラまでやるな。展開的にはブラックキャビア有利ですね。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 チャーマンズスプリントプライズ芝 1200m のレース電撃戦です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。カラリンムーブ、好スタート、ゴードンロードバイロン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくカラリンムーブ行きました。続いて前へ行くのはゴードンロードバイロン、さらにはブラックキャビア、 G1 2勝リトルブリッジ、その後ろ先手を取ったのはカラリンムーブ、大きく離れました。キャリコーカリム、黄色の帽子、マイホーネット、その後ろすぐ後ろにシンギングホープ、その外にセカンドプライマリー、内からはミズディレクション、スキンフォラミア、それに続きます。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。カラリンムーブ先頭、外からリトルブリッジ先頭、リトルブリッジ先頭、残り 200m、 さあ先頭は今度はブラックキャビア、残り 100m、 2番手はリトルブリッジ、リトルブリッジがでも抜け出しまして、勝ちました。なんとか勝ちました。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。接戦ですが、なんとか制しました。じゃあまずスプリントプライズ連覇です。もっと楽勝できるかと思ったんですが、思ったほど突き放せませんでしたね、ブラックキャビア。オアシスステークスに天野ドラッカーです。5番人気クラブは凱旋ストレートも3番人気ですが、1番人気はダントツオーブルチェフ、なんだこの馬、ここで人気じゃないっていうのは辛いよな。ドラッカー、ダイジェストです。東京オープン特別オアシステークス芝ダート 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、凱旋ストレート先頭、伸びがないな。オーブルチェフ一気に来た、凱旋ストレート先頭、前に迫るオーブルチェフ、ダメですね、凱旋ストレート伸び負けてる。残り 200m 先頭は依然として凱旋ストレート、2番手はオーブルチェフ、勝ってくれ。凱旋ストレート先頭だ。凱旋ストレート、凱旋ストレート一着、二着にはどうやらオーブルチェフ、見事に勝ちました。凱旋ストレートオーブルチェフ、わずかの差で勝利を逃しました。トラッカー伸びがないな。さあマイラーズカップは3頭出走、1番人気天野アラフォー、2番人気片野ツイッター、3番人気天野はやぶさという人気になってます。今週本命は片野ツイッターですね。で天野アラフォーとの一騎打ちムード、天野はやぶさがちょっと印の面では見劣っているというイメージです。マクラーレンとかここまでかな、勝負権ありそうなの。さあ、戦法を見ていきましょう。前に行った馬は有利だが、すでに有力馬は前に行く馬も多いんで、ツイッターは控え、差しでいきましょう。ダイジェストです、京都 G2 読売マイラーズカップ芝 1600m のマイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、天野はやぶさ先頭に躍り出た。馬身引き離す、トリップ懸命に追いすがります。残り 200m を通過して天野はやぶさ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、天野はやぶさ1着、ましたね、はやぶさ2着は片野ツイッター、3着に天野アラフォー、見事に勝ちました天野はやぶさ。
3番人気のアメンハヤブサなんですね、勝ったのは。ね、ツイッターが2着、アナホは3着となっております。アズマコフジステークス凱旋告白6番人気か、気になる馬がいなければ飛ばします。衛進生産は両方ともアマノです。アマノアムラなんだ母親。うん、まあ飛ばしましょう。キャボクキングが勝ったのは、テルマエロってなんだ、テルマ、これなんで切るキルなんだろう、テルマエロ、まあいいや。さあ、海外は天野ニコニコ、これ G3 なんですよね。昔は記念に天野つぼみ地方交流重賞ゴールドシップですね。南西天皇賞春に出てまいります。天皇賞春、伝統の春の盾、破天荒伝説。まあそうでしょう、破天荒伝説ってすごいな。それでもゴールドシップ一強という展望です。ライバル番出なかったな。あ、結構ダブルスコアの差つけてるんですね、凱旋が。今年は強いな、 G1 優勝もしてるしな。ロゴタイプ稼いでるな。ジャスターウェイ、ホイールキャプチャーか。これはビクトアルピサ、当選長段すごいな。チョコしかいない。まずはこれだから、キャンキャンが、ヘアステックス本当にいいのか、まあいいのか。キャンキャンがラトノワン、そこや今週ですね、柏記念。ラキスタが安田記念だが、ちょっと厳しいんじゃないかな。まあ、メンバーに応じて出たいとこですが、
しいよな、ラッキースターでは。で、アラフォー、いや、無理でしょ。普通に。慶応杯に買います。ヘビロテも出ますが。ブルーレイがちょっと調子落ちちゃってるね。一瞬放牧。で、iPhone が。放牧したからか。そばにいるねがビクトリアマイル。これは決めてんのか。距離はいいからな。メンバー軽いな。レムリーなんかもありますが、ブルース。ああ。でもやめといた方がいいのかな。逆の方がいいか。つまり蓮舫が13の2100だけど、ここを出すか。あ、でも馬場的には不利言われてるしな。そう、馬場的な問題はあるんですよね。エスパンション。あ、でもこれでもな、勝てなさそうだけどな。距離がやっぱり長いな。まあ、無理だろう、このレイブユーキャン。やっぱりビクトリアマイルなんだろうけど、でもそれだったら普通にそばにいるのもやっぱり別の海外にぶつけたい。うん、ゲームには1008ですから、まあ、距離はいいんだろうけどな。金札を確定させたからな。インサイトはちょっと厳しいな。1億3100万か。1008の3100。海外となると厳しいしな、ここ出すしかないんだよな。検討はしたけど、
ピッツが新潟大賞典か。で、ほら、ビクトリアマイル。ビクトリアマイルでしゃあないしな。やっぱり。これはマンモロー。今日はリーチかかってますからね。お前があるが、うん、長く勝てない。ガールがナロー記念か。え、5勝してるのになんでそこから伸びないんだ。こっちの味遠ざかってるね。これは良くない。ちょっと気合い入れないとダメ。どうしか、それとも力上げないとダメですね。で、イクメンがメグロ、メザルがハヤブサが勝ったのか。目黒全然いけますしね。でもこれ、そしたら、軽いメンツならば、5月3週以降も海外出た方がいいかも。派遣音がここいるから、ここは無理としても、ここいいんじゃないの？ゴルシがこうで、ネッティも取りに行きたいかもな。ネッティの血統ってどうなんだ。アメリカ血統かな。ビクトリアマイル、ビクトリアマイル必要ないよな、もう。ちょっとチャレンジだな、このまま。これ微妙に距離が長いんだよな。フィナッシュ。まあでも。賞金が安い。まあここですよね、やっぱり。週か。頑張ろうが NHK マイル。このリッキーは距離ね、あ、頑張なんでも開けすぎ。勝ちに行きます。5月の3週以降で出せるレースがあれば勝ちに行く。ここは無理なんで、ここですね。複数棒、クリークネステークス。ここに、目標を定めます。あ、これダートなんだ。1400はダメか、距離が長い。あ、これ芝なんだ。
助けるか、ここに出すしかないってところですよね。こうなるな。で、あったけるとか乗ってくれない。人の下手いいな。ちなみに海外経験はあるわ。2人は長すぎる。なんもなんでもここはありえない。マイルですよね、普通に。丸森はオークスギリギリ行けなくはないけど、もう無理なんだな。フランス戦ギリギリ行ってみましょう。で、投げ込んだ。これはオークス。で、福永祐一がかぶる。何と被るんだ。そばにいるねのロッキー人と被るのか。じゃあ武豊お願いします。あーでも負けてるんだ今は。多分ゴールドシップですよね。ニコニコ最上位。ブラックキャビアが勝った。フランケルですよね。ブラシック、天野グローブ、天野想定内。ここまでで行って以降、種付けを行います。どうしよう、若いもん順からちょっと種付けを行っていきますが、これキングカメハメハでシャーなし。次初音ミクです。バーミリアン、まあ、トップか。オン、まあ、オンですね。同型配合になってるやん。これ40なんですね。リアップなんか面白そうだけどな。
でもブログですよね、これシングルが。インブリードなんですよね、なんで。シングル結婚未設定で、インブリードは×。全兄弟は×で、いきましょう。これでどうなる？ファミリアンかトップは、奇跡の血量。ミスクロの同型配合なんですよね。同型配合はダメだろう。ってことは、桜ミリオン、同型じゃないやったらこれか。オリーブバチア。英語評価なし。ああ、面白そう。ジョージタウンか。行ってみましょう。ジャージータウンか。ハニーグロース。いいんじゃないでしょうかね。マナーイボ面白そうだけど。難点は。交換距離がついてるかな。スタニングロールで行くか、普通に。次、山の椿です。これ、期待が大きい。でも、iPod いいでしょうね。三冠配合かな。あ、でも想定内だな、これ。想定内がいいや。まあスペでもいいけど想定内でいきましょう。うん、悪くないんだけどな、装飾系っぽい感じが。シーサスターズね。ファミリアもまあいいんじゃないかな。同型配合っていうのは良くないな。あの、幅を狭めちゃうからな、同型配合は。いいんじゃないかな。どうも同型配合じゃない傾向で言えばこれだな。シーサスターズ。続いてフェイトです。トップはミニングスか。ミスクロばっかりだな、この傾向。パワーがつきます。アミゴもいいですね。アミゴもいいな。どっちでもいいや。まあ、でもアミゴの方が良さそうな気がする。ヒーローもいいんじゃないかな。ジータウンもいいんだけどな。マナーミジャージータウンの方が良さそうだな。ええだけど。まあでもアマナミーゴでいきましょう。全部アメリカなの気になるけどな。ヨーロッパケットをつけたいよな、どんどん。ラフィアみたいに。ミストリー、脳トレ、脳トレすごいな。脳トレしかないやん。交換距離つくの嫌だけど、脳トレしかないやな。脳トレいきますか。脳トレつけるとどういう結果になるか。
あ、どうか、同型配合やん、これ。同型配合だからな。同型配合は避けないといけません。ああ、ブログまでか。あ、その代わり。これ瞬発？流行？なんだろう、流行かな。瞬発じゃないかな。早熟だろうな。あ、でも覚醒利益万世なのになんで早熟なんだ。まあ、これでいいでしょう。つけましょう。続いて、ダイワスカーレット。ちょっと待って、1しかないのに 2.5 あるな、アイコットは。iPod つけるか。続いて天のハウル、スターリングローズか。同型配合は避けなきゃいけません。あとヒンドスタン系のオリーブバチアってことになるんですよね。あとはまあこれか、スパイツタウン。スパイツタウンかな。オリーブバチアも面白いけどな、まあ、スパイツタウンだよな。ブログもいいんじゃないでしょうか。でもまあスパイツタウンつけてみますか。次、小泉。フォーフロント。ね、柔軟か。あ、柔軟はいいな。柔軟性が高いってことですね。シーザースタンスだと。3だったらオーフロントだな。です。ウィキウィキ。まあ消去法でシーザースターズですけどね。こっちもありだな。こっち行きますか。北欧圏とかもいいんだ。
るほどね。あれですよね、ストーンメッケン配合なんで全然いい。うん、これはインテンスフォーカス、これでいきましょう。山のジュピター、バーミリアンか。送り人まあいいんじゃないかな、装飾だよなって。まあバーミリアンと思ったら条件配合なんこれ。これはミーミスかシーザースターズかな。シーザースターズかな。次被災地パンドラ、モレスレイタル、これはマインシャフトだろうな。マインシャフトでいきます。これどうなんだ、スタミナだっけ。スタミナですね。だからプラスでもマイナスでもない。だから実質これ2でプラス2ってことです。メンターデゼニシーでいいんじゃないでしょうか。次は世界に花、スプラオリオンかトップは。まあ、ツイルーズリンド、同系配合じゃない中で一番ファイルだろうな。山のなっちゃん、39。オニゴバチア行ってみるか。で次、トゥザビクトリー。いいんじゃないかな、スーパーセイバー。パイロが、でも、高パイロですね。あ、すごい、マインシャフト。これは、これですね。さすがに。で、シーキングザパール。ファミリアかな。持って配合は避けるとしても。ミスプロを爆発しすぎだろこれ。え、どこまで同型配合です。スカマンボで次エア、エアグルーヴ、これさ、まだ現役だよな、この年までかな。うん、いいと思う。ブライアンもありだな。
ローマンで行きましょう。はい、これで。だいぶ天野がいい勝負できるようなところになってきましたね。予選機かな。予選機ですね。パパね、ここはアグネスデジタル。ただこれも同型配合になってしまう。ちょっとあのミスプロつきすぎたな。では気合だか、ここは気合だよりは天野ブログ、天野ブログだろうな。でも気合だちょっとつけてるかな。いや、やめとこう。ブログでいきます。そして花盛りレイカバード、ここはアイコもいいと思います。アイコ行きますか。ラベリータ、あ、いいんじゃないでしょうか。レトセンチですかね。まあでも遊戯王もいいと思うけど、ミスペオミスプロなんだよな結局。なんとオーエンブレムが思うミスプロ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 だから、要素か。ライスぐらいだけど、ライスには落ちるな。フリオソでいきましょう。ラブゾンリーミー、まあ、ツインシーザースターズでいいんじゃないのこれは。次ラトラーダは、これは、史実の馬になるんで金亀をつけます。トップはフレームだな。あ、2ですね。どっちでもいい。僕たちは3です。リンフィルの方が面白そうだけどな。こっちつけるか。じゃあホリローマンエンペラー置くか。グラスワンダがトップ。スタミナなんだグラスワンダー。あ、でも同型配合だグラスワンダーだと。え、なにこれ、アグネスデジタルかな。デジタルか天の一流かやけど、メスペータルだな、これは。他は。
これはマンカフェを強制し種付けします。天の世界中、まあこの辺も全然いい。あ、でもこれ同型配合か。だからローマンなら同型じゃなくなるからあれですね。パイロがいい。パイロだな。まああとミュニングスもいいな。マジモンをつけたくなかったらミュニングスだけど、送り人もいいんですよね。シングルか。でも早熟傾向にあると、まあ邪魔だもいいけど、はもうミニングスですね。ドナブリーニ、ロゴロイかな。ロゴロイ行ってみますか。ロマブレイミア、そして天狗プリキュアです。やっぱりロゴロイなんだろうけど、ロゴロイだろうな。うん、ロゴロイだな。で、チェンチコバ、うん、シーザースターズか。シーザースターズですね。山のテルテル、ブルーグリンドもいい、フィガロもいいですね。まあどっちかといえばフィガロかな。あーなるほどね、ジャマダルだな。ジャマダルかインテンスフォーカスかだな。メカミもなかなかいいんじゃないでしょうか。インテンスフォーカスつけます。次シーザリオはキングカメハメハしかない。アイモードはこういう3区なんだな、あんまアイモードって。最初フォラーに、グアーブルもいいな。ただな、グアーブルつけてみますか。フラッシンググルーム系っていうのも結構貴重ですからね。インテンスフォーカスだろうな。パワーが、パワーって絶対重要だろうな。それが天野一郎でもいいやってなりますが。でもなんか、インテンスフォーカスの方がいいような気がする。ミスクロばっかりだもんな、この辺。インテンスフォーカスつけましょう。
シーザースターズが結局この辺なんだよな。シーザースターズは19か。最後ファストフレンド何歳だ19歳、ロゴロイがトップだな。分からん、ロゴロイの方がいいような気がするんだけど、気になるよな。スピードちょっと一辺倒だろうけど、ここでパーだもんな。まあでもこっち行きましょう。快速馬そしてとか言ってるうちにもうこんな時間になっちゃってるや。ザガノステークス天野ニコニコです。これ G3 か、一番人気なので134ダイジェストに行きましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者牛のぶつかり合いだ。グリーンムーン先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。天野ニコニコ前を捉える勢い、前と外残り 200m。 ここで先頭変わって天野ニコニコ、2番手はグリーンムーン。天野ニコニコ走りました。天野ニコニコ1着、2着はグリーンムーン、3着にクイジカルメン。天野ニコニコ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。グリームを打ち崩した。次です。兵庫チャンピオンシップ天野アンドロイドです。11番人気全然人気ない。ソルテと開花予想 JR グランドだな。このままでいきましょう。ダイジェストです。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。残り 200m を通過して開花予想追い上げてきた。開花予想先頭、どこまで頑張れる。ソルテ開花予想先頭だ。3着かな。開花予想1着でゴール、2着は微妙です。これが地方の実力だ。開花予想今何のルートは4着か。次です。柏記念天のつぼみ2番人気1番人気北方たるまえです。さあ天野つぼみ北方たるまえを破れるかどうか。
エスポアルシティがもう出てまいります。アブミンちゃんもいますね。どうする、一回引いてみるか。ダイジェスト、船橋競馬場 JPN1 柏記念ダート 1600m の地方交流重賞です。短い直線に入って後続は届くかどうか。北高たる前先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手は天野つぼみ、北高たる前、うん、この馬で決まりか。北高たる前、強い強い、北高たる前圧勝ゴールイン。2着は天野つぼみ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは北高たる前。さあ、青葉賞は天野タニタ出走です。1番人気、収支はすごい、重賞初挑戦ですね。天野タニタはダービートライアルとなります。ダイジェストいきましょう。東京 G2 テレビ東京杯青葉賞3歳芝 2400m、ダービートライアルのレースです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アポロソニック先頭、内から天野タニタ、ここで先頭に立った天野タニタ、さあラストインパクト一気に来た。残り 200m を通過して天野タニタ、余力は十分、先頭ですね。さらに引き離していく。2番手はこれ強いわ、タニタ天野タニタ、この勝ちました。タニタ強い、今ゴールイン、段違いの強さです。2着はラストインパクト、3着にアポロソニック天野タニタ、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。スイートリーピーステークス、カタナベゲポヨは3番人気、1番人気はレッドエルザ、2番人気はクラブは凱旋テヘペロとなっております。今週多めは凱旋テヘペロですね。タゲポヨは落ちます。さあ、これ上げぽよが先方を選びますが、でもこのままでいきます。ダイジェストです。東京オープン特別スイートピーステックス3歳牝馬限定芝 1800m、 一応オークストライアルじゃなかったかな。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋テヘペロ先頭、外からカフェブリリアント、レッドエルザ、まだ後ろ、この足色では厳しいか。最後の追い比べ、先頭はカフェブリリアント、残り 200m、 肩の上げポヨ抜けた。頑張ってる、勝ったんじゃないかな。勝ちました。1着2着はカフェブリリアント、3着にサクラプレジール、肩の上げポヨ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります、うん、しぶとい競馬でしたね、アゲポヨ。問題は距離属性ですよね。まあまだ馬は完成されきってないような感じはします。さあ、天皇賞春ゴールドシップが出てまいります。ゴールドシップ1番人気、2番人気は当選ジョーダン、3番人気トゥーザグローリー、いずれも、当選ジョーダン、トゥーザグローリーはクラブ馬となっております。あ、本賞名は当選ジョーダンですね。他の20馬はみんなゴールドシップ。ではレースいきましょう。伝統の盾のレース、
天皇賞春京都競馬場芝 3200m、 スタミナ地盤の馬が勢ぞろいします。折り合いも大事になってくるこのエース、ゴールドシップは果たして勝つことができるのでしょうか。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のオリーブアップス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。猫パンチ好スタート、綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通り猫パンチ、さらにはルルージュ、前哨戦の勝ち馬当選上段、その後ろ猫パンチ、先手を取りました。スマートロビン、それに続いています。成田グース、そのうちに続いています。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その隣にトゥーザグローリー、その外にサンズファンシー、内からはテンマキャシー、その後ろからはヒットザターゲット、セイクリッドバレー、すぐ後ろピンクの帽子コスモヘレノス、その後ろナムラクレセント、この馬もこのグループ、すぐ隣にレッドカドー、その横に当選アボルド、ゴールドシップ、この位置です。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。すぐ後ろにコパノ神宮、しんがりから当選ラー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から5番ネコパンチ、依然として先頭リードは1馬身から2馬身、まあ、オリーブアップス、ここそれに続きます。これに続いて成田グース、大きく離れました。サンズファンシー、この辺りで1、2コーナーの中間点を通過、内からはルルーシュ、並んで連勝中のスマートロビン、当選上段、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。すぐ後ろにトゥーザグローリー、その外からヒットザターゲット、内からはナムラクレセント、並んで16番コスモヘレノス、内からはレッドカドー、一番人気のゴールドシップ、現在馬群の中ほどにつけています。先頭は依然としてネコパンチ、ネコパンチ後続を引き離す。2番手はオリーブアプス、成田グース、3番手リカンバ、ゴールドシップ、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。焦る必要はないですからね。さあ先頭はネコパンチ、間が空いてオリーブアプス、内からは成田グース、離れてルルーシュ、その外からはサンズファンシー、スマートロビン、続いています。まだゴールドシップは仕掛けない。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は当選上段だ。後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り200m を通過して、これは完全にちぎれた。2番手はゴールドシップ。これは強い。当選上段、先頭だ。当選上段、当選上段にあえてしまいました。完勝。2着はゴールドシップ。見事に勝ちました。当選上段。当選上段の伸びがすごかったな。ゴールドシップが追いつきませんでした。海外2レースですね。 NHK マイルカップの2頭出走。当選上段にやられてしまったな。一気の、先のスパート策に。オークスはやっぱりトレブですよね。主候補の一角か、アイフォンは。
お、天のクラゲか。で、片野頑張ろうと。絆と天のくだまね賞が出てきます。ニコニコ結構育成度稼いでるよな。まあ宝塚でいいでしょうね。別に文句はないところです。シタアンドロイド、さすがにダービーは距離が長すぎる。ダービーではありません。次に狙うのは、ジャパンダートダービーだろうな。ダービーはダービーでもジャパンのダートダービーですね。あ、でもね、兵庫 CS でも負けてるぐらいだから、もうワンテンポ欲しいよな、本当は。ユニコーンステークス出走ですね。そして帝王賞を狙います。天のつぼみ。谷田はしっかり勝ちましたんで、これはもう中長距離らしくから長距離戦の優となりたい天の谷田。当然、狙いはダービーです。アネプはまあマーメイドでいいんだろう。微妙に距離長いけどな。もしくはまだ3歳だろ、この馬。マーメイドってコバで本性やん。エプソムっていう手もあるな。これ3歳限定だろうな。ジョニッケーション行きましょう。ゴルシはまあ宝塚かな。まあ、そうじゃなくてもいいけど。なんかあるとまあ、勝てるレースに出るっていうのは大事だろうな。でもここじゃないよな、出すのに出るのは。最初のコラスアービーちょっと落ち気味だしな。まあここを出しますか。AKB もいや、あ、でも AKB リーチかかったんだ。まあ勝ちたいですよね、ここで。
こ行ってみるか。リホルダーマイル。ルフェーブルも当然勝負に行きますね。ニコニコとの対決だったらいいんじゃないかな。ヤマガールは、うん、ブラックキャビア、いやマイル戦ではない。行きたいのはがいいなんだよな。これはいただけない。はい、ということでセーブしときましょう。もう一度ちょっとジョッキーのかぶさりがないかどうかだけチェックして、ないですね、かぶさりは。なのでここまでってことか。ということで、ね、終了ということでここまでとなります。はい、ということで、ウィーニングポスト9 2021、今回は、春のクラシック前半と、種付けを行っていきました。次回はダービー、オークスなど、いよいよクラシック中心のレースになってまいります。安田記念までできるかどうかっていうところですね。はい、ということで、この配信の、ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube にアップロード予定です。YouTube チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル Two Days After Premier Live My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねをお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。